旦那のお気に入りのラーメン屋がある。チェーン店ではなく、個人がやっている店。濃い豚骨味で、癖はあるんだけど、すごく美味しい。テレビに出るような有名なお店じゃないけど、地元の固定客をがっちり掴んでいるような、そんなお店。で、先週、主人とそのラーメン屋に一緒に行った時のこと。私たち夫婦がカウンターに座った時、大学生らしきカップルが入ってきた。男の子は背が高くて爽やかな感じでかっこよく、女の子もおしゃれで細身で可愛らしいという美男美女のカップルだった。男の子の方は常連らしく慣れた様子で私たちの隣に座り、〇〇はあんまりラーメンとか食べないかもしれないけど、ここのはすごく美味しいから食べさせたかった。今日はご馳走するから好きなもの頼んで。って言ってて、女の子の方は嫌がる様子なんか全くなく、ニコニコしながら。え、ラーメンは好きだよ。ご馳走してくれるなんて嬉しいな。何頼もうかな。って返してて、それがすごくほのぼのしてて、雰囲気が良かった。店員さんも笑顔になってた。雰囲気が一変したのは、店員さんが注文を取りに行った時。男の子は普通にチャーシュー麺を頼んだんだけど、続けて女の子が注文したのが、プレミアム全部のせ大盛りチャーシュー麺。2000円。だった。これ、メニュー名を見ればわかる通り、すっごく量が多い。写真だって、壁にわかりやすく貼ってある。とても、この細い女の子が食べきれるとは思えない。だから、店員さんも男の子もびっくりして。すごく量が多いよ。絶対食べきれないだろう。女性には厳しい量だと思いますよ。って言ったんだけど、女の子は、これが一番美味しそう。これが食べたい。私はラーメンが好きだから食べられる。って繰り返してた。店員さんはわざわざ、このぐらいの大きさですよ。って丼を持ってくるし。男の子が、ここは味が濃いから、一回普通の食べてみようよ。それで気に入ったら、次回はそれをご馳走する。って言ったりしたんだけど、女の子は一歩も引かず。〇〇くん、何でも好きなもの頼んでいいって言ったのに、一番高いやつだからダメって言うの？ってぶんむくれ始めた。男の子もそこで諦めて。わかった。じゃあそれで。って注文して、現物が運ばれてきた。女の子は、でっかい丼の前で、パシャパシャと写真を撮った後、美味しそう。いただきます。と笑顔で食べ始めたんだけど、案の定、ほんのちょっと箸をつけただけで、お腹いっぱい。ごちそうさま。って丼を押し戻した。その瞬間、男の子が財布を出して、5000円札をカウンターに置き、店員さんに向かって、今日は帰ります。僕も彼女も全部食べられなくてすみません。お釣りはいりません。って言って、店を出て行ってしまった。それがすごくあっという間で、彼女も店員さんもポカーン。少しの間の後、我に帰った彼女が何か叫びながら追いかけていき、店員さんも慌ててお釣り持って追いかけていった。一連の流れを思わず見届けてしまった私たち夫婦は、ラーメンをすすりつつ、あの二人は別れちゃうんだろうね。って話してた。長くなったんだけど、衝撃だったのは、この次の日のお昼休みに、同僚たちにこの話をした時のこと。話をした4人のうち二人は、ああ、別れるだろうね。彼女さん、それはやっちゃったね。っていう反応だったんだけど、残り二人に、彼女の行動に、全く問題はない。むしろ彼氏がおかしい。彼女の方を非難するような言い方をする、私さんもおかしい。っていう反応をされて、衝撃だった。私は、彼氏が気に入って常連になっているお店で、客観的に見て、とても完食できないような注文をして、やっぱり食べきれずに残す。というのは、彼氏にも店にも、すごく失礼だと思ったんだけど、同僚のうちの二人は、彼氏がご馳走してくれると言うから、自分が食べたいものを選んだだけ。
そのメニューがたまたますごく量が多かっただけだろう。食べきれそうか食べきれなさそうかは、店側や彼氏が決めることではない。それに、お金を払ったものを全部食べようが残そうが、それは失礼には当たらない。味に文句をつけたわけでもないのだろう。彼女のどこに非があったのか全くわからない。という感想を持ったのだそうだ。言われてみればそうかもとも思うし、いやいやでも、とも思うし。この話はただの雑談のうちの一つで、別にその後何かあったというわけでもないんだけど。今まで5年、同僚たちととても仲良くやってきていたので、勝手に考え方も同じような人たちだと思い込んでおり、それが違うと分かったのが衝撃でした。